はい、今日のランチはマックにしたいと思います。マクドナルド。はい、今並んでんのね。結構混んでる。何にしようかな。珍しいの食べたいな。珍しい。今日はじゃーん、マクドナルドです。で、280オリジナルっていうねあのメニューなんだけど、こっちにしか売っていないハンバーガーです。すごくない？バンズが四角いよ。まあ四角な感じ。ちょっと持ってみようかな。じゃじゃじゃーん、こんな感じです。すごいね。やばくない？ちょっと開けてみるね。パッカーンって開けるとじゃーん、こんな感じです。でかいね、ビッグ。はい、これで、7ユーロ、ポテトセットで7ユーロ、1000円弱くらいします。はい、いただきます。どんな感じか。よいしょ。食べづらそうだな。いきます。美味しいような、なんだろう、普通のハンバーガーの方が美味しいかもしれないね。うん、でもまあボリューム感はあるよね。うん、はい、あとは、ポテト。結構ね、こっちも混んでるね。めっちゃ混んでる。あ、昼時だからだけどめっちゃ混んでます。うまい。いやー、久々に食べるポテト、美味しい。はい、感想としては女性一人でこれ一つは食べれないかもね。男性はいけるかもだけど、女性ではちょっとこれね、勇気がいるね。食べれたらね、シェアが一番いいと思います。はい、で、あのトイレに行こうとしたんですけど、トイレ使おうとしたら、あの有料トイレだったんですね。有料でいくらだったっけ、50ユーロだったんですよね。そう、ね、日本円にすると70円から80円ぐらい払ってから、トイレを使うと。そう、こっちはね、マクドナルドでも有料化してますよ、トイレ。すごいよね。そうだから、例えば、それ以上払ってもお金は戻ってこないっていう仕組みです。はい。